どうもこんにちはこんにちはということでね、お腹すいたんでお昼ご飯をいただくという動画でございますが、ちょっと今日は毛色が変わっておりましてですね、こんなお弁当でございますね、こんなお弁当が目の前にあるわけでございます。これは何かっていうとですね、いただき物でございますね。要するにタダでございますね。はい、ただほど安いものはないと言いますかですね、非常に豪華な作りだと多分思います。これ多分ね、1000円か1500円、2000円はしない、2000円はしないから、でも1000円以上は間違いなくする豪華弁当でございます。久しぶりだね、こんなのいただくのはってことでですね、早速開封の儀から行ってみたいと思います。いただき物でございますよ、要するにただでございます。ただです、ただですね、ちょっと時間が経っております、ちょっと時間が経っておりますが、あ、もうなんかいい匂いがしますね。変な匂いがしませんので、大丈夫だとございますので、ね、じゃあいただきます。開けるよ開けるよ、キン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 、パッケーン。なんかすごいね、まさに会議、よく仕事なんかで会議とかね、あるとよくこういうお弁当が出たりしますから、その典型でございます、ね。じゃあ開けましょう。ズン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 。おっ、なかなかすごいではございませんか。ご覧いただけますか。こんな感じ。あんま傾けすぎると中身がぶっちゃけたら大変なことです。こんな感じですね。こんな感じのお弁当。ガン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 。あんガン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 。あんガン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 。こんな感じのお弁当でございます。で早速ね、いろいろいただいていきたいと思いますね。非常にね、お箸が入ってるのはすごいですけど、お手拭きが入ったす。お手拭きが入ってる。今までなかったね。なんか安い弁当ばっか食ってたからね。お手拭きなんかなかったね。それでこうやって食うと、こうやって食うんだけどさ、普通は、こうやって食うと全然映んないんで、ちょっとこうやって、キュッと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 。はい、こんな感じのお弁当でございます。じゃあ、いただいてみたいと思います。非常に豪勢なお弁当です。じゃあ、まず、豪勢でございます。久しぶりで、なんか、普通の世界と違うみたいなね、豪勢なお弁当と、じゃあいただきたいと。でですね、早速ですね、中身を見な、あ、お箸がうまく切れなかったけど、まあいいや。じゃあね、でもね、このお茶はね、ビッグエーというスーパーで40円か50円で買ったペットボトルですか。まあ、これはお茶なんで辛いからね。じゃあいただきます。でですね、順番に、どうしようかな。いろんな細かいものがいっぱい入っておりますね。で、まずメインはですね、なんかこう、炊き込むご飯ですね。色がついてるご飯でございますね。色がついてるご飯がついてて、で、いろんな煮物がついて、いろんな細かいものがいっぱいついてますね。すごいですね。順番にご紹介しながら、いただいていきたいと思う。あ、なんか出ちゃった。まず、炊き込むご飯がついてるんですが、こう、色付きのご飯なんです。こう、色付きのご飯なんですが、おいしいね。しめじとかですね、しいたけとか、なんかそういう、あと色付けだと思うんですけど、細かく切った人参が入ってますね。うん、ですんごい出汁が強く効いてる。うん、あ、この出汁の取り方はプロの出汁の取り方だね。うん、なんで、すんごいご飯にね、これはかつお出汁だと思いますね。かつお出汁がすごい効いててですね、このお米だけでも十分ですね。うん、ということですね。で、いろんなおかずがついておりますが、ここに、これは先ほどこのケチャップ色、これはですね、多分鶏肉、あ、鶏肉ですね、鶏肉を、うん、あ、ケチャップで似てるんですけど、これケチャップじゃない、トマトソースだ。ケチャップとかそういう安っぽいではなくて、すごいトマトの香りが強い。あ、これちゃんとね、トマトのね、ものを、まあ、缶詰を使ってるのか、それとも、多分トマトそのものですね。トマトそのものを煮込んで、こう、味付けをしてる、そういう鶏肉ですね。非常に美味しいです。じゃあ、順番におかず、すごい種類があるね、今日はね。海苔取りだったね。大根。大根煮たやつがありますね。大根煮たのはね、あ、うまいね、これは。うん。大根をね、こう、ひき肉と一緒に煮たようなやつです。非常に美味しいですね。うん、美味しい。うん。あとね、この、ハス、次、ハス。ハスもね、煮てあるんですけど、こんな、あ、豚肉だ。豚肉とハスを一緒に煮てるんですね。うん。うん。あ、美味しいね。美味しい。うん。美味しい。で、次、ナス。ナスをまた煮てあるんだよ。うん、ナスを煮た、こんな風に煮てあるやつですか。これも、あ、なかなかちょっと砂糖が
効いてるような感じだしね。でもやっぱりこれすごいなと思うのはね、ここにご覧いただきます、このなんちゅうかな、いろんなものを煮て、お豆ですね、からここにですね、まあデザートだけど柿がありますね。柿がこのままボンと入ってて、あと卵焼きと、あとね、すごいのはここね、お魚、これサワ、なんですかね、このお魚はブリかなんか、サワルかな、なんかこういう切り身のお魚が入ってて、それから高野豆腐ですね、高野豆腐煮たやつと、タケノコ、それからかぼちゃから人参で、こんにゃくと、こういう煮物が細かくついてて、あと大根のおしんこがついてます。あ、おしんこもすごい柚子の香りが効いてますね。うん、あ、美味しいね、これね。うん、これは、うん、なんか久しぶりに普通の食べ物を食べてるっていうね、こういうなんか、うん、いい感覚ですね。なんか、うん、なんか本当になんかちょっと気の利いた会議とかに出ると、こういうお弁当がよくね、仕事で出たりしますよね。うん、うん、うん、もう昔はさ、俺公務員ずっと長くやってたけど、公務員っていうのはいわゆる会議費とか食料費っていうのがあって、会議とかやるとね、その税金でいろんなそのこういうご飯とかを取れたんだよ、昔は。今はすごい厳しくなりましたけど、昔は本当によく取れて、で、予算って比率でつくの、その食料費とか会議費とかって予算の比率でつくんだから、僕は公共工事の工事をやってて発注部隊にいたから、もともとの予算額がめちゃくちゃでかいわけ。例えば下水道なんかにいて、その焼却炉なんか1台つけると、あの下水道の焼却炉200億とかするんだよ、1台と。200億の何パーセントとかで食料品がつくからさ、だって200億のさ 1% だったらさ、2億だったら2億、まあね、実際はそのいろいろあるんだけど、そうやってさ、あの要するにもともとの予算額がバカでかいから、その食料費とか本年度もさ、会議費とかもすごいバカでかかったのよ、昔は。それじゃもう使い切れないんで、年間年中会議やってなんかこんなお弁当を年がら年中食ってたような記憶があるんだよね。うん、なんかに理由をつけて打ち合わせだの会議だのって言ってやって、でなんかこんな もうちょっとこれよりさらに高くて、この上にさらにうなぎが乗ってたりとかさ、なんか、うん、なんかそんなもう年がら年中いただいてたりとか、そんなことをした頃が若い時ですね。うん、そんなこと、まあ、さすがにそれはおかしいんじゃないかっていう話になって、一気に、そういうのがなくなって、うん、こういう、なんか、高級弁当にうなぎが乗ってるような食生活から、カップラーメンが中心の食生活に戻りましたけどね。うん、なんか昔は夜残業とかしてても、公務員時代、そういう工事部隊なんかだと予算が多いから、うん、なんかその食料費使ってなんかみんなでご飯食べてたりとか、結構ド派手に食ってましたけど、さすがにその金で酒飲むやつはいなかったけど、うん、ただ食料費はそういうのでいろいろ使って、なんか派手でしたけど、それがもう一気にできなくなって、うん、でもまあ仕事が夜遅くなるのは変わんねえから、もういつもカップラーメンになるし、ほんと毎日カップラーメンばっか食ってて、それで、うん、すごい不健康でしたね。うん、でなんかその公共工事で夜中の突貫工事でさ、でもうその夜なんかも飯食うとこもないから、工事業者さんと一緒に弁当食うとか言って、なんか仕出し弁当取って工事業者さんと全員一緒に弁当食ってたらさ、ただそれがなんか結局工事業者さんのお金で、まあ
その職人さんとか親方さんとか監督さんとか何人に食ってて、でその公務員の人も立ち会いだから一緒にいるから当然同じ弁当どうぞってもらって食ってたら大問題になってんのよ。でなんか業者のお金でご飯を食べたとか言って大問題になったりとかして、うん、ついこの間までは毎日さうなぎ飯みたいな、うなぎとかお寿司とか税金で取ってヘコヘコ食ってるのにさ、一転してさ、なんか、うん、夜中にさ業者さんと一緒にご飯食べててさ、それでまあ大した飯じゃないぜ、うん、箱弁とかさそういうやつだよ、だから500円とか600円ぐらいのさお弁当なんだけど、それで大問題になって、うん、なんか極端なら極端でバカみたいだな公務員とかすごい思ったな、あの時は、うん、なあ不思議な世界でしたね、うん、世の中って極端から極端に動くんだよね。なんかついこの間まではもうみんな好き勝手やって、うん本当にひどかったな、一気になんか、だってさみんなでさ現場事務所に詰めてさ一緒に仕事してさ、ほいでみんなでじゃあご飯食うよって同じご飯食って問題になるっていうのがさ、その感覚が俺はちょっと分かんなかった、うん、みんな同じご飯食ってて公務員がさだけはさダメだってことはってさ、なんか自分で持ってきたカップラーメンなんか食ってたら職場の雰囲気逆に悪くなるぞ俺もなんか思うんだけどさ、なんかそういうことはうん考えないんだよね。でじゃあ結局どうすればいいかってお金払えばいいんじゃないかってことに落ち着いて、だから500円払うって話になったんだけどさ、だからでも業者さんもめんどくせんだよ本当のさ、親方一人でやってるさ中小企業だったらさ、まあまあ、あ、そうかいっつって500円もらってなんか領収書ってもらえばいいんだけどさ、大企業は大企業着信料金でさ、なんか突然さその500円の収入が入ってくるわけだよとさ、うん、伝票処理がまためんどくさいわけだよ向こうにしてみれば、うん、で何十億何百億の工事で500円なんてお金はさ、うん、要するにはした金でさ、しかも別に夜中みんなで働いてた人にご飯を出したお金だからさ、別に正当な理由がつくお金じゃん、うん、そのまんまどうぞどうぞっていう話なんだけどさ、公務員側の都合でこの500円のお金を受け取ってもらうには困るということになってまた迷惑をかけるんだよね、うん、500円だね、で結局またそれで迷惑をかけてさ、でじゃあその何でその500円みたいなことでケチくさくガチガチやるかって言ったら県民の信頼を失わないためにとか言うんだよね、工事現場でさ、500円のご飯をさ、工事業者と、ほんとさ、まあ、一緒にさ、食べてたよ。しかも、どっか宴会場とかそういうとこでさ、酒飲んで接待を受けたとか言うんだったらさ、それはまだわかるけどさ、工事現場で夜中まで仕事してさ、でも、工事現場の中で一緒にさ、500円の箱弁をさ、業者さんと食ってさ、まあ、そのお金業者さんに出してもらったぐらいでさ、公務員の信頼が傷つくとは俺は思わないんだよね。あれ、うん、わかんでこう、うん、世の中でさ、うん、夜遅くさ、田舎のさ、周りにコンビニすらないようなさ、ところをさ、うん、工事現場でさ、夜遅くまでさ、働いてさ、うん、で、工事現場の監督員事務所にさ、詰めてさ、働いてるわけじゃん。で、夜の11時ぐらいになったら、うん、監督さんがちょっと疲れたからみんなで飯食うんですけどどうですかって言われて、で、そこで一人だけ断るなんて逆に下水よね。うん、その職場でみんないるのにさ、そしたら、ああ、すいません、ありがとうございますってさ、で、みんなでさ、うん、設計事務所の人とかさ、工事現場のさ、下請けの親方とかさ、一緒にご飯食べてさ、うん、
話して、じゃあまあもうあともうちょっと頑張りますかみたいな感じでさ、頑張ってさ、んで500円で500円、それってなんで公務員の信頼が傷つくんですかみたいなことだね。うん、でさ、でもつい1年とか2年ぐらい前までさ、税金でさ、な、真夜中で好き勝手使ってて遊んでたわけでさ、うん、あのバランスの極端から極端にあのバランスね、うん、うん、あれは、うん、本当に僕には理解できなくて、すごいその怒ってさ、俺さ、そういうことギャギャ言ったらまたなんか怒られてさ、うん、で結局最後はやめましたね。まあ、そんなことだけじゃないんだけどね。まあ、いろいろあったんだけど。なんか、もうやっとした。まあ、その、周りから非難されるとね、本当に一気に萎縮して、なんか、いかに怒られないようにするかっていう、うん、今年だけを考えて行動するようになるんだけど、ただ結果的には、うん、なんか建前的なものだけで本質的なものは変わってないんだよねつまり結局はさ、自分のところの都合しか考えてないってことなんだよね。そういったことが非常に、うん、ね、お金を勝手に使うことも、逆に少額のお金ですら、まあこうやって拒否するってこと、その両方ともがバランスが悪いって、そういったものなんじゃないかって僕なんかは思いましたね。あんまり、あ、いいや。ということで、美味しいお弁当でございました。久しぶりだね、こういうのまともなの食ったらね。はい、どうも。というか、でも150円のお弁当がね、まともじゃないっていう意味じゃないけどね、こういうなんかちょっとこういうやつをいただいたのね、うん、あの150円シリーズはね、あれはあれで楽しいし、ああいう食生活も楽しいんだけど、まあたまにはね、まあいただきもんだから、自分で買うかって分かんないけど、いただきもんだからってことで、このご飯をね、いただいたということで、その辺だけ誤解のないようにね、これからも倹約な食生活をしながら、カロリーだけいっぱい取って太りたいと思いますということでね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。